驚くほど綺麗だね。美しいね。なんかちょっと海外旅行来たような雰囲気だね、この街。おー、どっちを撮ろうか、こっちと。こっちだね、確実に。わー、美しい。なんだこの美しいのは。皆様こんにちは、ビビリの家族役、キャンピングカー生活の小宮です。現在我が家は天草市牛深という町に滞在中でございます。熊本県下最大の漁港を有するこの牛深、実は今回この全長883メートルの牛深ハイヤオハシがライトアップされるということでやってまいりました。かなり今日は面白いことになっております。牛深というところの道の駅に来ているんですけども、今日の車中飯はちょっとこのロケーションでさせていただこうと思います。行きましょう。こっちこっちこっち。こっち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 。パパのと近く行って。来てるけど。やっぱイルミネーションっていいね。やっぱ綺麗だね。えらいことなってきたよ。これはもう絶対ブイブイすると思う。ブイブイしてるもんね。これはまずいことになってきました。ちょっと浅はかだった。はい、来ました。サンタクロースが娘にくれたこのプレゼント、実は微妙な振動でめちゃめちゃ泣きます。次の日、我が家は車で北へ30分ほど走ります。目指したのは隠れキリシタンの里、佐吉集落、天草地方で特に僕たちが行きたかった場所です。平成30年の7月に世界文化遺産に登録されました。当時禁教期において仏教、そして神道、そしてキリスト教が共存し、漁村特有の信仰形態を育んだ集落です。はい、
ということで道の駅佐吉ロデオを置かせてもらいました。ここから歩いて佐吉集落ですね、そちらに行ってみようと思います。ほらもうあそこにさ教会が見えるんだよね。すっごい綺麗ですね。あ、え、生きてる。あ、よかった、あ、よかったよ。びっくりさせんでくれ。急に栄えてきました。これ何？あ、それはね、私の玉手箱を見てくれるんですか？アジはね、どこででもあったですよ。まあそうですよね、うん、でもね、これはご飯のおかず、これはつまみに。あ、そうですか、はあね、賞味期限は大変だな。あのね、うん、いつお買いですか？ずっと買えないは？キャンピングカーにずっといるから。あ、キャンピングカー、キャンピングカーぬくいですか？冷蔵庫を入れ、あ、冷蔵庫がありますね、はい、冷蔵庫に入れられたらね、1週間くらいは大丈夫で。じゃあ2つもらっていいですか？はい、ありがとうございます。バイバイ。はい、佐吉集落非常に美しかったです。土地の形、実はこれ江戸時代から大きな変化がないということですね。集落に行くとこの海上テラスのようなものがあるんですけども、これ影と言われているもので多くの民家に備わってます。集落は土地が狭く民家が密集しているため、このような工夫がなされているそうです。そして当時の鳥居がそのまま残り、境内の配置は現在も残っていると言われているこの佐吉諏訪神社。近郊時代、潜伏キリシタンはこの神社の氏子となり、参拝の際には密かにお羅生を唱えていたそうです。神社の左側には500段の石段があります。ここを登ると教会の見えるチャペルの鐘展望公園があります。ここから望む絶景は目を見張るものがありました。我が家実は寒くて諦めたんですが、ここからのサンセットは素晴らしいそうです。そして1934年に再建された佐吉教会、道内は国内でも数少ない畳地域になっていて、近郊時代に激しい絵踏みが行われた場所に現在の祭壇が配置されたと言われています。はい、で先ほど買ってきましたエソ、ちょっと初めていただくお魚です。この辺の魚っておっしゃってたよね。はい、エソに合わせるのはこちらでございます。長期熟成甘草焼酎ですね。昨日の、道の駅牛深で購入しました。1400円ですね。いただいてみます。いただきます。買ってよかったんじゃないこれ。美味しい。こと好きでしょこれ。あ、美味しい。味が詰まってますね。予想以上に身が美味しい。骨が入れるし、これめっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいじゃん、めちゃくちゃあります、ね、焼酎の嫌なツーンとした感じがないですね。これ美味しいよ。買ってよかった、ね、朝もやに隠れる佐吉教会はカメラマンにとって有名な被写体です。この日も多くのカメラマンで橋は賑わっていました。僕もこの日は5時半から撮影を開始、夢中でカメラを回しましたが、思いのほかもやが多すぎて思った絵が撮れません。急遽空撮に切り替えます。ロデオに戻り、前方2メートルの地点から5メートルドローンを上昇、川の中央まで旋回し、その後60メートル付近まで浮上させるつもりでした。順調に高度を上げていくドローン、山に隠れる太陽を映し出すその時、なぜか50メートル手前で停止、その後数秒ホバリングした後、なぜか警告音を鳴らしながらゆっくりと下降してきました。 60% あった残量はなぜか 0% に、全くの制御不能でした。ドローン水没しました。私が取ってくるよ、西君。え、どうやって降りて、多分あそこだったら行けると思う。いや、行けないと思う。溶角は水深は21メートル。ドローンが不時着した場所は
道の駅から西に約20メートルの地点。水深はこの時不明。水温はおそらくこの時10度程度だったと思います。水に入る意欲をさらに喚起したのはこの白い浮遊物の存在。実はこれ、この地方に生息する天草クラゲというクラゲでした。その触手は毒性が強く、刺されると強い痛みを伴います。諦めます。長らく頑張ってくれた。いや、悲しすぎますね。これは本当に久々にへこみました。ドローンは過去に2度墜落しています。その都度回収し、修理を施して復活させてきました。旅を共にしてきた大切な機材、無念でした。しかし、そんな僕らの様子を見てか、集落の方が僕に話しかけてくれました。何を落とした？あのドローンっていうカメラついてる飛行機なんですよね。ドローンを落とした。はい、あの辺なんですよね。あ、でも隠れちゃったかな。分からんね。誰か船持っとるし、おらんきゃ。船持っとるし、後ろ見たいかな。ここは船来れんもんな、ボートじゃない。そうですよね、ボートじゃないと。あ、船って言ってもね、そこが、うん、そうですもんね、橋の下くぐっていかなきゃいけないですもんね。引き潮やな。今引き潮かな。引き潮も、あ、引ってるね。そっか、引き潮とかあるんですね、うん、そっか。完全な盲点だった。川だと思ってたこの場所は、そう、海だ。つまり潮の満ち引きがある。さっきドローン落としちゃって。川ってそこ水面出ます？水面真ん中辺はずっと流れてるけど。ああ、ちょっと待って、辛いですよね。あれでもこの流されていかないのかな。流れ早い時も大丈夫かな。あ、そうですか。ねえ、どうしようよ。1月9日、この日は干満の差が最も大きくなる大潮だった。最高潮位は朝10時の280センチ、最低潮位は夜中の3時、10センチという世界がやってくる。しかし、知らぬ土地で真っ暗闇の中、フェンスをよじ登りこのエリアに立ち入るのはいささか気が引ける。となれば夕方の4時、120センチの世界がやってくる。ここで決めるしかない。夕方の4時にこの潮が引くはず。そしたらあいつにまた会えるってことね。待ちます、待ちますよ、4時まで。はい、じゃあ行くぞ。パパ頑張って。行きます。まだ潮満ちるのは時間全然あるはず。心配だな。この景色もすごいよ。着いた。ドローン救出おめでとう。寂しい背中。で無事取れましたので。はい、ありがとうございました。食べてるんだよ。あ、じゃあお伝えください。よろしく。すいませんでした。本当よし、ちょっとさ、ドローン俺洗ってくるから、うん、もう錆びてる。もはや
なんとこんなに干上がってました。あんなに頑張った。いや思い出深かったねここは。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ干上がってない。めっちゃ干上がってるよ、ね。こっちから見る方がすごい干上がってる。もう本当さ。知ってた。あ、うん。あ、茨城だ。